は雪みたい服。土屋太鳳ちゃんが歌っていたのを見て急に食べたくなっちゃったんだよね。8分待つとさらに美味しくなるんだよね。まだかなまだかな。ガチャピンじゃないですか。近いよなんか近いガチャピンチャンネルですぞ。雪見大福を独り占めなんてずるいじゃないですか。僕いつの間にいたの。いやいや最初からいました。あもう気づかなかった。あこれ一つしかないからどうしようかな。ガチャピン恋という君のお作法って聞きましたかな。もちろんだよ僕もうね覚えたよ。でしたらお互いに歌って上手だった方が雪見大福を食べられるというのはどうでしょう。おおいいね。判定はどうするの。自分が負けたと思ったらでいかがでしょうか。なるほどお互いのプライドをかけるってことだね。いいよやろういざ勝負だ。ガチャピンチャンネル。すぐなんてもったいないわ。恋も雪見も待ってこそ焦っちゃダメね。いい知らせは忘れた頃にじらしじらされ溶けてゆく。ああ恋も雪見も待ってこそ美味しくなる。雪見を8分待てばひんやりもちもちとろけるもちもち心の雪見さきてもちもちまち。ツンツンしたいの耐え忍びスマホの向こうに君じゃなく雪見を映して楽しむの。その時来たら慌てずに優しく口づけ持ち伸ばし、ああどんな男よりも雪見は裏切らない。雪見は切らずにそのままもちもちうっとりもちもち心の雪見さきでもち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 。ありがとうございました。ガチャピンチャンネル。どっちが勝ったと思う。せーのでいきましょう。いいよせーの。だってムックすっごいお上手だもん。演歌を歌わせたらもう手が一だ。いやもうガチャピンの歌声には負けますよ。ナイスナイスシンク。いやもうガチャピンとさもう。あでもそうしたらどうしようかな。そうです。あ雪見大福ってそもそも2つ入ってませんでしたか？ガチャピンチャンネル。歌ってたら時間が経っちゃったね。いやいやガチャピン、この雪見だいふくは8分待つとさらにひんやりもちもちになるじゃないですか。そうだね、その通り。じゃあむくからはい、あーん、ひんやりもちもちでおいしいですな。じゃあガチャピンもはい、あーん、ひんやりもちもちおいしいね。ねガチャピンチャンネル。ねえもっこ、概要欄にタオちゃんのミュージックビデオが載っているからむっくも見てね。概要欄とは？みんなも見てね。みんなってここに誰かいるんですか？いるよ。いっぱいいるよ。いっぱいいるの？誰が？じゃかじゃか。